どうもナミさん、お疲れ様です。いや、時代は変わるもんだなと思いました。最近ね、格闘技系の YouTuber でそのブレイキングダウンっていうのがあって、これ朝倉未来さんっていうね、まあ路上の伝説って言われた、まあ喧嘩自慢の人なんですけども、この方がね、やっぱこう少年時代はむちゃくちゃなことをしていたんですけども、だんだん大人になるに従って、まあ自分のね、社会的な地位とかこのままじゃいけないってことに気づいて、まあ YouTube ってものを使ってね、格闘技系のトーナメント試合とか練習試合を、まあ、放送するようになったんですよ。これがまあ人気でね、今YouTube では格闘技のブームがかなり起きてるんですよね。で、100万とか200万とか300万再生ってのをバンバン連発していて、まあ、格闘技にかける思いっていうのは多くの人が持ち続けているんだろうなっていうところと、あとはね、やっぱり地上波でコンプライアンスの問題とかがあって、そういったプロレスとかね、放送できなくなったってところもあるんですよ。だからテレビで扱いものないものが YouTube にこう大きく流れてきたっていうところと、あとやっぱね、何をやってもダメっていうね、まあそういった閉塞感が若い人たちの中にあって、10代の皆さんとかね、10代の方、20代の方とかが、腕っぷしは強いんだけども、でも他のことは全然ダメなんだよねっていうのが、だん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 人を傷つける匠じゃなくて、誰かに喜んでもらうためとか、誰かにね、勇気を与えるためにこう戦っていきたいみたいなね、まあ、そういった、まあ、格闘技なりの精神ですか、そういったものに目覚めてこうやっていくっていうのがあるんですけども、いや、なんかね、その単なる暴力なんですよね、リングの外でやれば。でもリングに登ってやれば、まあ喜ばれて勝ち上がっていけると、社会的地位もつかめるし、人生を変えることができるっていうので、そうなってくると、やっぱこう最初はね、喧嘩自慢の荒くれ者だった人たちも、結局人に認めてもらわないと出るところに出れないっていうところで、強さとね、徐々にこう、まあ、優しさも身につけてくるのかなと。自分と戦って、負けた人をいたわる気持ちとかで、自分に勝った人がどんどん勝ち上がっていくところを見て、まるで自分がね、なんか勝ち上がっていくような気持ちになるとかね、なんかこの前ね、すごいです。1日の間に100人集めて、100人の中からナンバーワンを決めるみたいなのがあったんですよ。で、全部で4試合ぐらいやったら、最後決勝戦で1対1になるんですよね。それこそ50人を倒してきた人と50人を倒してきた人が頂点でこうやるんですけども、それが最終的になかなかね、決まらなくって、で、延長5回戦までやったのから、もうお互いヘトヘトで立つのもやっとみたいな、本当になんかの漫画みたいな状態になってね。で、最後両方ともダウンして、立ち上がった方に、まあ優勝の権利と1000万の賞金、それからブレイキングダウンのこう契約っていうね、でかいタイトルがもらえたみたいなところがあったんですけども、やっぱすごいなと思いました。で、あと試合を続けていく中でね、やっぱ当たり前ですけども、故障っていうのがあるわけですよ。脳震盪を起こしてみたりとか、とか足とかを怪我してみたりとかね、で、病院に行かなくちゃいけなかったりとか、で、無傷でやっぱりね、勝ち上がっていくっていうのが本当に強い人なんでしょうけども、なかなかそうもいかなくって、で、あとその100人中1人に選ばれなかった他の人たちも敗者復活戦みたいな感じで別の企画が始まってるみたいでね、やっぱ暴力ってのはすごく恐ろしいもんですけども、でもこう体を鍛えることによって自分の内側ね、精神を強くしていくっていうところに結びつけられたら、まあ、本当に強い人なんだろうなと思いましたね。だから最初はね、傍若無人の喧嘩自慢の人たちも、改めて、チャンスをつかむためにこれから頑張っていこうぜってことで、別でね、トレーニングを受けた時っていうのは、本当に強くなることにすごく前向きで真摯で、もうそうなってくると単なるね、礼儀知らずじゃなくなるみたいなところが、またその人が変化するっていうところがね、なんか人の胸を打つのかなと思いました。まあ、ただしやっぱり忘れちゃならないのが、その喧嘩自慢って言ったらね、なんか聞こえはいいんですけども、その喧嘩の餌食になってきた人も一般市民とかでいると思うんでねまあそういう方のことを忘れちゃいけないなってことですよね。いつか大物になった時に、そういう人たちのところに行って、あの時はごめんねみたいな感じで、まあ、謝りに行くようなね、後日談とか語られたらもっといいんだろうなとは思いましたけども、はい、じゃあ今日はそんな雑談でございました。お疲れ様です。